どうも皆さんこんにちは、日野です。現在2021年10月3日10時15分なんですけども、なんと今日のね22時に渤海の総統がこのようなね声明を発表しました。我々日本および渤海は日本時間22時にて我が国および周辺国に多大なる損害を与え、日本の天皇に対する侮辱的な行動を行った日本人系国家であるソビエトユニオン（エンパイアオブジャパンに宣戦布告をすることをここに宣言するということでね、 RSMC のジャパンと共同で宣戦布告を、このエンパイアオブジャパン、大日本帝国に宣戦布告をすることを今宣言しました。現在ね、みなだにこのように大量の人たちが集まってるみたいです。今から攻めに行くのかな、ちょっとよくわかんないんですけど、めちゃめちゃ今人がいる状況になってる。で、僕このエンパイアオブジャパン知らなかったんですけど、なんかね、渤海とか日本にたびたびちょっかいをかけてくるみたいな、攻撃をしてくるみたいな感じらしいです。で、今ねこれ映ってるんで、本当は映っちゃダメらしいんですけど、このクンさんの50人クラフトの参加勢であるインキャ天聖さんの町、その人たちもちょっと状況は分かんないけど今来てるらしい。これ野次馬か中立か内側の味方に立つのかちょっとよく分かんないんですけど、めっちゃそこの町の人たちも皆田に集まってるらしいです。はい、とりあえずちょっとね状況がいまいちつかめてないんですけど、行ってみましょうか皆田。はい、着きました。さて、おお、めっちゃいっぱいいる。何が始まるんだこれは。とりあえず VC 入ってみましょうか一旦。どんな状態になってんだこれ。多分これネザライトの人たち全員陰キャ転生さんの町の方々ですよね。とんでもなく強くなってんじゃん。動画にねしなかったんですけど、陰キャ転生さんの国もね現在 RSMC にできてて、なんとね2日で作り上げたと。多分最速ですよ、最速で作り上げた、一気にでかくなった、それが陰キャ転生さんの国です。なんと今ねグループ北東日本人系国家連合が誕生しました。でこちらジャパン、そして渤海、陰キャ転生さんの国、これで固まってると、そういう感じらしいです。あ、今戦闘準備 VC このように出てます。この度我々アムール王国と共同作戦感謝する、共に極東の蛮、北東の蛮族を滅ぼそう。すごいな。怖いな、怖いこと言ってんな、可愛い顔して。はい、現状ねこちら赤の、これがソビエトユニオン、エンパイアオブジャパン、ソビエトユニオンという名前の国家ですね。で今僕らみなだにめちゃめちゃ集まってる状態です。でこれからここに攻撃しに行くと、そういうね感じになってます。いや、とんでもない人の量いるよね今。ここに木と作業台置いときました。これ奥の船、実績作ったんで欲しい人あげます。あ、お願いします。じゃあ桑名さん、じゃあ B の船を。え、 B は日野さんのとこっすよね。はい、 B 今日野タウンに向かってます。あ、今います。ここ、あと僕も船どんどん作っちゃいますね。じゃあ、いや、ついてる。あの、上陸しました、上陸しました。オッケーオッケー、ナイスナイス。C 部隊、C 部隊行きましょう。じゃあ行きましょう、もう。行ってますね。よい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 。船出して、船出して。日野さん、港どこっすか？港、こっち。ちょっと待ってね。オッケー、もうここ、もう着きましたね。うん、降りて、行きましょうか。ちょっと、降りたら、全員スプラッシュポーション投げるんで、スピードの。ちょっと止まっててください、ここで。はい。もう立派な城立ってますね。崩しちゃうよ。やばい、めっちゃ。上からなんか攻撃してる。撃ってるね。あ、これ境界線作ってくれてますね、誰かが。オッケー、それ弓撃ってるけど、そっから撃ってもそれどっかでなんかあ、でも ここに全員いますね、固まってる。めっちゃ乗り込もうかな、あれ桑名1204。あ、味方です。なんか寝てないな、ここ PVP オンだぞ。剣振り回してくるんですけど、 PVP オンだった。これなってるなってる。いや、何やってるんです。あ、これ、はい、あ、やばい、日野さん死んだ。見てたら、やらかした。やばい、日野さんが一旦撤退。誰かエンチェスないかな、これ。エンチェスあったら。よいしょ。お、お、海の上で殺されたぞ。マジっすか。うん、誰。あ、やべ、落ちた。やべ、死ぬ。落ちたらほぼ確実に死にますね。いや、結構やられたな、これ。でも、なんかやっぱ結構こう焦っていった感じするけど、結局これじゃ何も相手に与えれてないから、その報復を。守りの方が強いな。あー、死んだ。どうしても守りの方が強くなってしまう。城破壊とかできないもんね。なるほど。ちょっともう一回装備準備してくるわ。うい、
あ、ここ PVP オンになってんのね。なるほどね。いやー、怖いな、ちょっと。ちゃんと今、壁作って防御してるね。待って、ここ PVP オンになった。どこ？待って。あ、待って、これ、戦争モードオンになったかもしれない。ちょっとやばい、キシャ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 。どこいる？こいつはこっちには絶対来ないから。あー、それか、これか。キャキャキ。装備が強えな。あ、マグマ巻かれてる。マグマ巻かれてる。すごい。どれが敵だ？あ、来た来た。危ねえ。うわぁ、ここギリノー PVP なんだ。いや、結構戦い起きた。戦い始まった。クラウド殺せ！クラウドを殺せ！いや、戦い始まりましたよ、マジで。あ、来た来た来た。殺せる殺せる。いた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 。オッケーオッケー。食らってる食らってる。どこどこ？あたいたあたいた、だいぶあたいた。キシャキシャキシャ。クラウド9、クラウド9。はい、ということで、1回目、攻め終わりました。今回ね、なんと、我々の、ちょっと、初戦、敗戦になってしまいましたね。ちょっとね、こっち、人数が多かったのと、人数が多くて、統制がなかなか取りづらい。そういうところが、敗因の一つなんじゃないでしょうか。この、サーバーの仕組み上、向こうがね PVP オンオフ自由にできるんですよ。なので守りの方がねちょっと強いっていう側面があるわ。なかなかの損害出てしまいました。いやー、これ悔しすぎる。次は絶対勝つしかない。まだね戦争始まったばっかですから、次の戦いが起きるまでに見とけ。次こそ絶対に勝つ。